第2回でございます、今日。はい、やったー、どうすか今日のロックマンへの意気込みは。正味あとイブラヒムだけかな、俺の中では。あー、俺の格付けすんでるんだ。ない俺ら。うわー、後方確認あのね、怠ってるとね、追突されるよ、後ろから。いや、そうよね。あー、マジで。始めますか、じゃあ。オーケーオーケーオーケー。じゃあ、行きます。ボコシャルは、はい、せーのー、プラグイン。おいおい、これなんなん。よしよし、掲示板行こう、掲示板行こう、掲示板行こう。あったあったあった、これか。掲示板、そんな大事なのね。バトル掲示板だ。新しい革命があるみたいだよ。なになに、セメヨン・ローレン、弱すぎ、悪か。管理人デカをご挨拶をする。もらいました。あ、今スススス、どうしたローレン。撤退だ。撤退し、死に僕ぞ。撤退してない、なんか。なんかリベレットミスってない？知りそくぞ。ローレン、どうしたん。鳥浮いてるもん。だって出た、あの鳥マジうざいよな。だって鳥浮いてんだもん。もういい感じですか、みんな。いやー、あのリスの電脳を探索しすぎて。あー、はい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 。すごい時間かかっちゃうタイプだ。あの、まだそこ行ってない人いるから、あんまりちょっと言わずに。まだ行ってない人いるから。ほんと一回質問し、鳥はその、どうした。鳥は、鳥はきつかったよね、鳥。やっぱよかったよかったよかった。横つけてブリザードマンでワンパンよ。え、待って、オランといるの俺だけ。あれ、小学生の時は行ったの。もうええ、小学生の時行った。鳥はマジで強かった、本当に。いや、マジで強いよね。鳥のところのさ、リベレートのやつさ、全部やったってこと。もうやってよ、やってよ。まあ、やりましたよ。まあ、部門だよ、じゃあ。この3人。エグゼ部門。部門に1人初心者じゃん。部門、エグゼ部門。まあ、一旦挨拶バトルでもしますか、ね、挨拶して。まあ、今日の中間発表ね。中間、ご挨拶バトル。俺、お前、いつでも頼ってくれよ、俺のこと。いや、ほんと何回か行こうと思った、みんなのところに。みんなのところに。一人一人、カードもらって。一人一人のとこ行こうかなと思った。いや、でも、でもや、自分で突破した時に達成感絶対すごいから。あんたゲーム上手いんだし。ロックマン以外は上手いんだし。ロックマン以外上手いんだし、あんた。FPS 上手いんだし、あんた。ロックマン重要なの、今。誰から行きます？ 1 位、2位から行く？ 1 位、2位の中間。落ち着けよ。ボコっちゃうのやだわ。ボコられるんだ、俺。やった、やった、あれ？来た、バースト3。なんか君、バリアがないね。体力多いね。バリアいらねえだろ。HP お前高すぎだろ。安定ね。まあ、言うてこっちね、言うて。まあ、強くねロールまだ。言うてまだゾールまだガチよ。はあ。いや、出た出た出た。やめろやめろやめろ。あ、でもここ攻撃できないね。できないね。ダメでーす。あれどうすんの、あれどうすんの。あれ。やばくね。キモクサ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 キモ。どうだっけ。えぐいこと起きてる。やばいこと起きてって思うやん。なにそれ。あ、出た。え、待って待って待って。はっ、シュガーガーデンやん。なにそれなにそれなにそれ。やばいよ。はい、ダメです。あ、プリはっ、変身。あ、なにそれ。お前ずるい。お前ずるい。これやばいな。はっ、お前のさ、ユニゾンスクエアガーデン強くね。待って、ローレユニゾンスクエアガーデンとか知らないから、まず。知ってるよ。あ、知ってる。うん、歌うまいよね。歌うまいよ。あれ、お、なんかやばいって。それを食べた。やばいやばいやばい。なんでお前エリアスチルそんな持ってんの。なんかレベルが違う、レベルが違う、マジで。プロゲーマー、話して違う。プロガーマーだね、これ。あれ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 、プロガーマー来た。なんかもうガチガチ。インビジ2枚目。なんでなんでなんで、なんかエリアスチル 100% だったじゃない。なんでか聞いてるんだけど。お前らもシグレニアに似てるな。おもんな。やばいって。これやばいね。おもんな。いや、お前それカプコンに対してめっちゃ失礼だな。なあ、まあ、でもデリッチなんでそんな持ってんの。いやいやいや、されたヒグレア行け、ヒグレア。あー、そういう感じ。売ってないよ、売ってないよ。いや、売ってはないけどあんのよ。ヒグレさんの胸ぐら掴んで出してもらった。ボタン無理だ。言ってやれた。あ、それ届くわ。はい、それ届く。フェス何ぞ。
あれファイヤーパンチ関係終わったもしかして。終わったね、俺も抜いたわ、敵から。ファイヤーパンチ関係じゃなくなった。関係じゃないね、もう。やばいね。いったー、ドリル。え、ドリル強いね。俺、次は参加しないよ。次あるなら次あるなら。広がりすぎだ。そんな広がったか。まあいいや、3位と4位いるからいいや。いや変わるで今日全然。いやうわでもそうか、カーネルかや。え、画面系、ね、画面系バグってるかも。なんかロックマンがいなくなってるステージから。エンビジュラルやそれ。壊れてない。いって、ドリル普通にエリッチと組み合わせたら使えるね。そうなんだよ、ね、そうね、あのロングソードと同じ範囲だから。ああこれ苦しいよ。苦しめ。ああ、そういう感じね。はお前インビジももしかして。え、ガチャ入れてよ。ヒグレア。いやもうやりますね。やばやばっ。やってるやってるやってる。やばこれ。頑張れ港。見してよ、ソル見して、ソル。やめろよ。こっからじゃない。こっからしかないよね。はい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 。行って。やばい。パンチあるあるある。だいぶまずい。あるよあるよ。あーお前連打したな。見てたらね。激アツじゃない？え、てかお前デッキ JS デッキやん。J と S で組んでるね。え？いやコードは揃えるだろみんな。下がれ。ジェースじゃん。それどれや。ローレンだね。それローレンやね。それ。ずっとレアドだった。うわインビジブルマジっすこいつ。ボコリてえマジで。これ勝率 100% じゃない？まだ今日までいける。今日も勝てるか俺。あインビジブルマジ強かった。ローレンは俺とやんのやめとくか。まあもう負けでいいよ。もう負け。背丈測ってでもいいよ。背丈測る。やってもいいよ、やってもいいよ、やってもいいよ、やってもいいよ。うん。え、マジでビビんないでね。え、本当に多分リアクションに困ると思うけど、ロー配信者としての腕試されるよ、多分この対決。どうリアクションするかが。そう。一応ね、本当に多分疑われる、多分何回もこの後聞かれると思うから先に答えだけど、うん。全力ではやってるよ。何回も聞かれると思うから、全力でやってるんだ、本当に。フルパワーでやってんだよ、ね。フルパワーでやってるってことだけ、うん、もう先に言っとこう。え、本当に一番怖いこと言っていい？うん、つまずいてるって思ってない。普通にやってるだけ。プレイしてる。普通にプレイしてるだけの。ああ。まあ。え、待って待って待って、なんかボス戦の途中できた。HP なんか少ないけど。320か。減ってるやん、しかも。減ってる？減ってるんだよね。うまくエリア。は？お。インビジはマジで強い。痛い。え、待って、ボスこいつと俺まだ会ってないネタバレ？ネタバレやめてくれ。今ね、今ね、今途中だよね。途中だもんね、今ね。強いけどな。当てれるかな、このキャラコン。キャラコンじゃない、キャラコンじゃない。なんだっけ、BO3 で1戦目が6万で、2戦目がバローで、3戦目エペスだっけ、これ。いろんなね、部門でね。後半2つ勝てないの。やっぱ。物を置いて耐えるしかないからね。うお、避け方全部こういうわけするあれ、怒り状態や。うわぁ切れてる切れてる。次のチップ2倍やぞそれ。怖えやそれ。ガチの最強カード来た。マークキャノンあれこれ当たんないかも。あっ当たったわ。一応あのもういなかったもんね、撃たれる前ごめん、これに関してはちょっとやりすぎたわ。もうダメだちょっともう頼むわ、ほんと企画にならんからさ、弱いやつ出るとバランスがね、ちょっとな。あバランス頼むわ。ちょっとズハートやってみるか、一旦俺。あーなんかワンチャンあるかもね。これ、ひび割れパネルをね、いつ踏むかっていう殴り合おうよ。これやばいな。殴り合おうよ。殴り合った。始まった始まった始まった。始まり殴り手たち一直線じゃない？始まったよ。え、何ルール？MMA ルールでいい？眠てルールでやんね。いっておい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 そう、相手を固めて。やばい、これ1万くねもう石なくなってホーリーパネルの弾がこれもう無理だよな。自動追尾だった。積んでたんだ。まあ、ブリザードを離したのが運の好きだった。やるねやっぱりマスター。外したのが良くなかったね。おい、なんか
俺との対戦よりおもろそうやんけ。ポポピー、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 おお。ノリルアーマーね。痛い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 痛プリプリの沖縄で勝ちだ。ちゃばすぎるこれ。確かにこれ確定か、これ確定か。狭いんだよなマップがまず。確定だよねこれ。これしてこれで確定。うわーい。一。命があれば。まだ戦える。戦え。戦え。スマホやん。一から一からめっちゃ耐えるやん。スマホだった今。クズは強いな。俺サボテンのクズはって呼んでほしい。サボテンののけぞりダメージがかなり。だからここでローレンがフワッチより強い可能性がまだあるから。ゼロだよ。ワンちゃんゼロだよ。まだあるまだある。知らないチップが5個くらいあった。中間だからでもローレンこれ。中間だからまあまあまあ。中最終日まで使えるもんねこの言い訳で。まだ終わってないもんね。いやでもローレンはちょっと教えるだけで並びそうなぐらいの、いやいや本当に先生みたいな感じはある。ありがとう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 。ちょっと教えるだけでいい。ロックマンの操作はめっちゃうまいじゃんローレン。前回もさソード避けたりさ、いいとこいいとこ見つけてくれた。それ以外が全部出た。それ以外が全部出た。全部終わってる。チップ選び下手デッキ構成。いや違う俺ね、違うないの揃わないのチップがないんだよ、ね、それは何。いやいやいや、なんかその段階で結構ねコードは揃えてたよね。もうブルースないの。あるよ。本当にないのガチなのこれ。信じらんないでしょ。いやお互い持ってんだこれはね。吸い込み吸い込みしてないんだけど逆にやればありゃまあまあ壊れて120ダメの時代よもう。いやそれ避けれん。まだ刺さるその武器。危ねえ。うわマジか。持ってない持ってない持ってない。ほんとにマジヤオケ持ってない。俺ヤオケ持ってんのはマジで持ってる持ってるよ。あんたあんたアドだよ。なんか選んでない。絶対ベートーベン来るやん。えぐいえぐい。逆に行こうみたいな。あげてね。さっき甘かったんかな。くれるなるほどねなるほどね。うわ天才じゃん。耐久上がるんだもんね。いや無理だ。あ無理か。もう壊すよ。壊れてる。いやもうバリアなんだよね。あもったいない。だって俺もだってもうターン終わっちゃうもん。まあじゃあもうしゃあないよ。でも喧嘩や。かすると。はいはいはい。逆に滑るから。うわーそっちか。いやただホーリーパネルで30ダメ。いやホーリーパネル場所に来た。ホーリーパネル強いな。ホーリーパネル来た。俺のホーリーパネル。ええあるあるある。置いとこ置いとこ置いとこ。置いとけ。耐久耐久パネル耐久パネル。1個大技当たったら一気に逆転する。うわぁ上なんとか踏ん張った、ね、なんとか踏ん張った。そんな踏ん張り方ある。あっファイーパンチで地味に。おしかもホーリーパネルまた使わせてもらう。はい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 。あるんじゃないか。やってるやってるやってる。それがちで終わらせろ終わらせろ。で勝て俺のホーリーパネルが硬い自分にとって。何やってんねん。置く場所間違えてた。ここでかぶんねえか。とりあえずホーリーパネルのとこ行け。はい。あダメージがうわぁホリパうまくなんかであるよ。いやダメージ半減。超半減してる。もう死んでるもんね本来。死んでるも一緒。死んでる。利的すぎるホリパ。ミスった。マジでミスったそれ。さすがに HP 苦しくなってきたか。いや苦しい。さすがに10は無理だ。めっちゃ惨め。めっちゃ惨めなことするわ。組打ちで組打ちで殺すわ。は？うまいか。うわリカバリー。30。組打ち。組打ち。惨めだ惨め。組打ち。MMM GG 風にする。時間稼いで。いや実際 GG 今。いやワンチャン耐えてる耐えてる。やべえ応援歌邪魔すぎる。ゴリーうわ避けられた。避けて応援歌結構強いな。グミ打ち無理。あぶねえ。ちょっと様子見一回感覚。ローレンちょっと見るわ俺。オッケーオッケー。いいローレン。ローレンのリベレートをちょっとやっぱ超えてほしいよね。リベレートはまあそうだけど。え、リベレートその9ターン以内目指してるから何度もやってるってこと？そうだねそうだねそうだね。ああよかったよかった。普通にクリアできてないんだとしたら。でも可能性はある正直。結構今からでもあの人変えた方がいいよ、ね。企画が一旦。企画が。確かに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 。いや俺もそれ苦戦したわでも9ラウンド以内。いやむずいよなそこ。まあ、いやむずいむずいマジむずい。鳥超強かったし。あれ来たロレン。ほんとごめん。え、ちょ見してよ。ほんとにごめん弱いっぽい。
ハハ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 正直このデッキ、俺の使ってるデッキ渡したらそのまま最強になると思う、ローレンが。そんぐらい俺のデッキって今完成されてんの。でもやばいね。上から順に見してよ。オッケーオッケーオッケー、こうね。ちょっと待って、まず A2 回押してくれ。 A2 回？うん、 A でプラス押してくれ。 ID でソートしてくれ。はい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 、うん、いやお前キャノン抜け、まずいらない。ちょっと待って、下まで見して。俺インビジブルとかやつ持ってないんだよね。あー、削岩機の電脳にあったけどな。え、今からロレンチ行こうかな。来て。イライラしないこれ見てて、このリュック。まあまあまあ、今まで全部のチップ、うんうんうん、かき集めてこれ。そう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 。お前弱っ。ロレン弱すぎる。え、なんでこうなったの俺。軸をまず決めるか。てかお前メガバイト6点。メガバイトって、ああこのあれね。初手に決めれるやつね。お前本当に探索してないや。いや知ってる。いやでも俺探索してないのに一番ストーリー進んでないよ。でもそれだったら。そうか。ロレー、いや俺わかんない、マジで。何を軸にコード決めるかなんだけど、うん、まあ、J と K がいいかな。S でもいいけど、ちょっと控えのチップ見ていい？ J と K と S みたい。K がこれだね。K、アースクエイク5ミリでしょ。マッキャノン、K、J は？ J はない。J はナイス。S は？ S はこれ。ソード3枚とかあるやん、嘘だろ。ちょっと待てよ。OK、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 OK。まずじゃあ一つ、あるわ。一個おもろいの。何何よ。はいはいはい、はい。ストーンキューブとエアシュートは使おう。これ強い。ストーンキューブ前に置くじゃん。でエアシュートでそのストーンキューブに当てるとストーンキューブが右端までパーンって飛んでくの。はあ。そのストーンキューブの威力200あります。だからストーンキューブレギュラーだな。めっちゃおもろくない？エアシュート3積みでまずリカバリー30抜こう。いらないかこんなものは。いらない、いらない。 D 抜こう。 D コードのやつがあるだろ。メットガード1、2枚抜こう。まずこれヤシュートと交代だな。 K で揃えよっか。それ以外はマーキャノン S2 枚俺があげたやつだと思うんだけど、これ K のマーキャノンにしよう。キャノンとあとバスターアップを抜きたいんだけど、俺が K のカード適当に何枚かあげるわ。通信のいいところだから、それはもちろん。これありがとう、ありがとう。ここまでだと思わなかった。ルーム作るね。いやここまでだとは思わなかったね。知ってみて。いやでもね、ロックマンめっちゃおもろい。ゲームはマジでおもろいだろ。俺一番やばいのいて、一番俺楽しんでるぐらいの勢い。それよかった、それはよかったわ。まず鶏肉戦しなくなる、これで。俺があげるやつで。ね、鶏肉戦で。まずこれあげる。ナイトマン。ナイトマン！え、気抜きましたわ。まあ後でまとめて説明するわ。で、もう一個は俺もよく使ったことないけど、なんか強そうだからあげるわ。K だし。お前 D の石ね。うん。スカルチェーン。これ対戦でも強い。これでちょっとフォルダもう一回入れてみよっか。まあ、キャノン A2 枚抜こう。キャノン A2 枚、こんなまで。で、俺が開けたの2枚入れよ。スカルチ3マスだけ進む追尾する骨。当たるとフォルダ。これダメージ100？対戦でも絶対強いね。ナイトマンは自分の周回転する敵を攻撃だから、まあ、なんでこれ上げたかっていうと、これ鳥がさっきやってたじゃない？鳥が来るやん。鳥が来るやん。うん、自分のフィールドに横にいてもいいってこと？そこで横で使ったら自分の周りにダメージ判定出るから170で、はい、ワンパイン。イブ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 。組み方はまあカードゲームやったことあるから知ってると思うけど、やっぱコードは揃いよ、うん、2種類理想。まあ2種類とか理想だけど、結局今序盤で無理だから、うん、3か4、まあ多くて4、ただ3かな基本的には。あとはアスタリスクみたいな。まあ。はい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 。一旦参考までに俺のデッキ見るか。まあ、マーキャノン 1S3 枚。3枚なんだ。まあ、4積みしてたけど他の入れたくなったから。はいはいはい、まあ、サボテンボール 1J が4枚の。ね、それね。まあ、J と S と A かな。まあ、これ後で手に入るよ、多分ローレンも。これおもろいから入れた。対戦でおもろいかなと思って、響きにするからさ。え、アスタリスクあるの？クラックボードの。あったね。てか、なんか出た。ええー、多分 S でクリアしたんかな。 S で倒したから。ああ、なるほど、やば。
バスティングレベルで、まあドリームソード、あ、プログラムアドバンス知らん、もしかして。あ、それ知ってる。ソード、ワイドソード、ロングソードでドリームソード400ダメージ。ワイドブレードは、まあ、最近拾ったんだけど150えぐないは。ワイドソードと同じなんよ、範囲は、使い方は。やばこれ。これやばくない。最先端ね、今この4人の環境の。はい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 。でドリルアームが4枚入ってんだけど、まあ、1枚は A 拾ったから J もあるけど、まあ、両対応に A もちょっと入ってるから、ガンデルソルとか、まあ、一応 A も1枚入れてみた。でエアホッケーは4枚、なんかローレンが1枚持ってたから、これマジで強いのね。俺は1時間かけて取ったのね、4枚。やばくっそ強いからこれ。おじぞさ さん、これあったら楽勝だよ。リベレートミッション、こいつ何が行われるかっていうと、まあ、目の前におじぞさんを置くんよ、うん、でそれに対して相手が攻撃してくるじゃん、なんかウイルスバカだから、うん、でこれにダメージ出た瞬間に相手全体に200ダメージ、うん、だからワンターンリベレートめっちゃできる、これ1枚手札に来たら。やば、これ1万800円かなんかでオラントエリア1で売ってるから、まあ、買った方がいいね。はい、なるほどね、なるほどね。まあ、シェードマン SP はあのリベレートミッション9ターンって言われてるけど、うん、6ターンで終わらせたら手に入った。え、でもみんな持ってなかった、みんな6ターンってこと。いや、なんかみんなは SP じゃない普通のシェードだった。あ、はいはい、9ターンまでの、はいはい、なるほどね。それより早いともらえるみたい。6ターンでやっちゃった。6ターンやっちゃった。強すぎだろ。ほぼワンターンで、まあお地蔵さんとこのエアホッケー4枚で勝ったね。まあ正直お地蔵さんとエアホッケー4枚あれば他何入ってても勝てたと思う。せぐらいこの5枚の パワーがやばい。了解っす。かな。まあちょっと詰まったら言うでもいい。あ、いやいやいや、本当ごめん、ちょっと時間使っちゃって。全然よね。俺多分一番進んでるし、さっきの見た限りめっちゃ強いから俺今。そうね、そうね、最強だったよ。いや俺ゆっくりやるからいいよ全然。ありがとう、マジで。ちょっとまた詰まったら言うね。ありがとう。はーい。はい、プラグイン。まずい。めっちゃ楽しかったな。ワンチャン俺んち来ようとしたもんな。ありがてー、マジでありがとう。俺絶対頑張るから。街で起きればいいんだよ。おほっ、レイゴレイゴレイ、駅行きます。おほっ、頭脳に来るやつをフィジで破壊。おほっ、はわわわ、なんかじゃない。